エチジウムは化学式が C21H20 バイト RN3 と表される有機化合物の塩である。エチジウムブロマイドをエチジウムブロミドとも呼ばれ、エトブやエチブロと略記されることもある。水にはわずかに溶ける。特に DNA の日本左岸に挿入されるインターカレーターで核酸染色剤として分子生物学の分野で頻繁に使われる。紫外線を当てると、 赤橙々色の傾向を発するが、その強度は DNA に結合することで、約20倍になる。獣医学分野では、中華、ホミジウムと呼ばれ、トリッパソーマ症の治療薬として用いられている。強い変異原性がある。基本構造は、ピリジン管に2つのアニリンが、縮み管した三関系であり、さらにフェニル元と、強弱パイ電子系を成している。 DNA にインターカレートすることで傾向が強化されるのは塩基体の間の素水的な環境に置かれることが理由だと考えられている。水は効率的な消光剤であるので、水から隔離されることで傾向が強化されるのである。収穫、エチジウムを用いたアガロースゲル状の DNA 染色、検出写真拡散に結合して強い傾向を発するので、 特に分子生物学実験における拡散の検出用に使われている。通常は PCR 産物や制限酵素処理断片のような2本鎖 DNA が検出対象であるが1本鎖 RNA も検出される。これは1本鎖 RNA は工事構造をとって分子内で塩基対合を作っており、ここにインターカレートされるからである。通常は アガローズなどのゲルを用いて電気営動を行い、ゲルに紫外線を照射して蛍光を検出する。紫外線は目や肌に有害であるため、紫外線をカットするフィルター越しに観察するか、カメラのついた撮影装置の中で紫外線を照射する。インターカレートされる中イチジウムの量は DNA 分子の大きさに大体比例するので、 傾向の強さでおよその DNA 量を見積もることができる。塩化セシウム平行密度勾配ジン法で DNA を分離する際にも使われる。DNA の二重螺旋は、中華、エチジウムが一分子インターカレートされることに12度巻き戻り、そのため浮遊密度が小さくなる。この時、DNA 分子の性格によってその程度に差が出るため、分離が可能になる。 例えば無傷の感情プラスミドにはインターカレートされにくいためニックの入った感情プラスミドや直鎖状 DNA よりも密度が大きくなる。またインターカレートは ATN 機体の多い領域に選択性を示すため DNA 分子の GC 含量に応じて分離することができる。この方法で DNA 分子の GC 含量を定量することもできる。 また染色体の構造異常を顕微鏡で観察する際に染色体の凝集を和らげる目的で使われる。周回チジウムの死害化死吸収スペクトル強い変異原性があり、また皮膚、目、粘膜などへの刺激性がある。日本腐り DNA にインターカレートして DNA の複製や転写を阻害することにより変異原性を示すと考えられている。 この強い変異原性のため、発言性及び再帰性があると考えられているが、直接の証拠はない。吸い込むことを防ぐため、周エチジウムの粉末やエアロゾルが発生する可能性がある作業は、キャビネット内で行うべきである。また直接触れないように常に、ゴム手袋を着用して取り扱う必要がある。皮膚や目についた時には大量の水で15分以上、洗い流す。 分子が大きく静電化を持っているため、皮膚への浸透はそれほど早くない。もし吸い込んだり飲み込んだりした場合にはすぐに医師に相談する。こぼした時には、吸着させて密封した上で、医療廃棄物やバイオハザード焼却ゴミとして捨てる。活性炭に吸着させて焼却する。脱色剤などで処理する方法もあるが、変異原性が残存することが知られているので良くない。 ゲル電気営動での DNA 検出用途では、高価だが、より安全な代替品として、サイバー系の色素を用いることができる。例えばサイバーグリーンアイは日本ぐさり DNAA、特異的に強い緑色蛍光を発する色素であり、中華エチジウムよりも、検出感度が高くなる。青色光で冷気するため紫外線を使わなくて良いこと、アメス試験においてシューカ、中華 エチジウムよりも、はるかに変異原性が低いとされることから、より安全だと考えられている。ただし通常度マッソ溶液となっているため、中華エチジウム素溶液よりも、効率的に皮膚へ浸透する点に注意が必要である。Q-Fan&WL 風、an L、u, Comparative Analysis of the DNA, Staining Efficiencies of Different Fluorescent Dise,、yes, in Proparative Agarose Gel Electrophilicis. クリニカルケミストリーラボラトリーメディシ三43841から842ドイ10.1515 CCLM2005.141 ありがとうございます。